えっと、あ、モタニさん、こんにちは。こんにちは。お世話になります。あの、モタニさん、えー、っと、非常に著名な方でいらっしゃいますが、私はあの、日本政策投資銀行で、先輩として尊敬しておりまして、実はシンガポールでも、あの、ご一緒に過ごさせていただいたこともあり、えぇ、ー、ただならぬ縁も感じております。 実はあの若い頃に一番最初にモタニさんに声をかけられた時にあのどこの出身だと聞かれてであの島根ですと言ったら島根のどこだと言われて松江ですと言って松江のどこだと言われてあの東出雲ですって言ってモタニさんから東出雲の説明を受けた気がします。<laughs> <laughs> <の>いや、失礼しました。全国を、あの、つつうらすべて知り尽くしてらっしゃって、あの、もう私も本当にモタニさんにいろんなことを今までも教えていただいておりましたが、あの、今回ですね、えー、いろんな政、ま、策、あ、私も考えている中で、もたにさんから、あの、ぜひ刺激をインスパイアを受けてですね、あの、それを深めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。モタニさんからもコメントお願いします。どうも、えー、こんにちは。あの、しばらくご無沙汰しておりました。ようこそ、あの、ニューヨークからお戻りになって、 そして、え、ふるさと松江でですねあの、政治活動をされる。長年、あの、そういう、まあ、気配はね、あの、よく感じてましたけども、いよいよはっきりされたということで、あの、いやー、すごい後輩がいたもんだとね、非常に誇らしく思っています。えー、シンガポールであの、お世話になったみたいなことを上沢さんが言っていましたが、逆で私があの、大変お世話になりました。<laughs> あの、まあ、あの、上沢、 さんがですね、あの、汗をかいてくれなかったら、シンガポールでの1年というのはなかった。それがなかったら、実はデフレの正体という本が書けなかったので、えー、それ以降の私はないんですね。えー、ですから、えー、その時、ウェルサさんは、まあ、シンガポールの、えー、ナンバー2、えー施設投資金庫、シンガポール事務所のナンバー2ということで、えー、まあ、スタッフもいない中ですね、あの、路地方面も全部一人でやってたんですけども、えー、私が、まあ、来て1年だけ臨時にいるという席をですね、 作ってくれて、いろんな世話をやいていただいた。これが、あの、ご本人もどう思ってたかわかりませんが、あの世の中で本当に人の縁ほどありがたいものはない。今日さ、さやかながら、まあ、できる限りお返しをしたいと思います。よろしく,ろしくお願いします。ありがとうございます。うん、あの、ではですね、あの、私がま、まあ、いろいろ、まあ、あの、 えとまあ、前,前職といいますか、日本政策投資銀行で退職するときには、あの、ニューヨークの法人の社長をやらせていただいておりましたが、えー、まあ、そことまた打って変わってですね、あの、サインに帰ってきて、で、これから、まあ、えー、施にチャレンジしようとしているようなところはありますけども、あの、モ谷さんからですね、いろいろと、えっ、ー、と、私のまあ考えている、まあ、政策といいますか、えっ、ー、と、今までこう歩んできた道のりの中で、松江をこういうふうに作りつけることが、まあ、理想なのではないかなというのが少しありますので、えっ、ー、と、それをまずはちょっとお話し,しつつ、コメントいただきたいと思います。 いますでしょうかはい。すみません。あの、まずですね、えっ、ー、と、今、コロナで、えー、人の流れがちょっとずつ変わってきてるなというのを、私もちょっと感じるところがあります。で特に若い人たちが、 あの、今までは、まあ、都会を目指してたという方向性から、都会からこう、地方に対する人の流れというのは少しできつつあるかなと。で、それは、え、まあ、例えば、物の豊かさじゃなくて、心の豊かさを求める時代に変革しつつあったり、あとは、実際その手段としてリモートワークが普及してきたというのが、まあ、コロナの後押しを受けてですね、少しずつ時代が変わっていく流れがあると思うんですが、その中で、あの、松江には非常に良いものがたくさんあると思うんですね。で、それがこう、の人の つながりであったり、思いやりであったり心、心の豊かさというのがある街だと思うんですが、こういったところに今後もその若者が関心を寄せてで、さらに関心を寄せるだけじゃなくて、こう人が移ってくると、実際に移住をして、でえー、まあ個人とそれとまあ家族の,、えー、その豊かな生活環境というのを求めていくっていう方に、どんどん変わっていく感情を、これはね、ものすごく面白いタイミングですよね。あの たまたま上皿さんとね、私のね、あの、数少ない共通点、方やイケメン、方やおっさんっていろいろあるんだけど、うん、えっと、まあ僕はあの山口県出身で隣同士であるんだけども、あの、シンガポールとニューヨークに住んだことがあるって実は共通点なんですよね。そうですね。ねそうなんです。うん、これであの、うんはい、一応海外で日本人が住んで何不自由なく住もうと思えば住める、物価は高いけどね、えー、住める、えー、まさに典型的な二つの街だと思うんです。 で、あの、いろいろ言われるけど、どっちもよしよしあるけど非常にいい街ですよ。はい、ですがね、このシンガポールと、えー、ニューヨークに住んだ人間が、松江に来て、戻ってきてですね。あるいは別に実は出身じゃなくてもいいんだけど、松江に住むっていうことが、多分上沢さんと私の頭の中では、もう十分あるよねって思ってますよね。うんはい、むしろ、あの、シンガポールに住ん生まれるシンガポール育ち、ニューヨーク生まれるニューヨーク育ちの人が松江を知ったら、私こっち住みたいですっていう人が、 相当たくさんいてもおかしくない。と、多分、上沢さんと私は実感として思ってる。で、これが、でも多分、松江から出たことがない、もしくは日本から出たことがないあ、はたまた旅行でしかシンガポールと、あの、ニューヨークに行ったことがない人であれば、えもう、あの、一方的にその、要するに、あの、松江は、その、えー、下の方であって、はい。<laughs> あの、こっちの人が大都会ニューヨーク住むってことはある、行きたい人いるかもしれないけど、逆なんてあるのって思ってるはずですよ。はい。 この認識のギャップがね、面白いんですよね。あの、であの、ま、上沢さんが戻ってきて末裔で政治やらせてくださいって言うと、君なんかニューヨークとかシンガポールにせっかくいたのになんか、その、失敗でもしたのみたいなね。そういうふうに言う人もいると思う。全然そうじゃなくて、非常にいい街に住むチャンス、えー、縁が自分にはあるので、それをぜひ活かしたいと思った。という上沢さんの、その、聞かなくてもわかるシーンを、 同じくシンガポール、ニューヨークに住んでた私だから、よくわかるんですよね。いや、本当にあの、世界のその素晴らしい街と言える、えー、その二つに住んだ上で、やっぱり松江って、他にないようなすごいとこだねって思うでしょ自慢する文化じゃ全くないです。<laughs> まあ、奥ゆかしいというか、歯に物が挟まったというか。まあ、2000年前から自慢しない人たちだからね。<laughs> そうですね、えー。いや、おっしゃる通りです。うん えー、あの、本当にその、自慢しない人たちなんですけども、この素晴らしさ、進化というものを、その、が、うん、その、いよいよ本当に世界に通じるよねっていうことを、えー、多分気がついたのは、最初の世代が上沢さんの世代だと思うんですよ。うん、その上だとね、まあ、僕みたいに変わった人はいますよ。変わった人いるけども、基本的にはやっぱり、あの、分かってないんでね。うん、で、上沢さんから下、もう10年ぐらい下になってくると、 本当によく分かってる人たちが増えてくると思う。はい。で、そのちょうど中間だと思うんですよね。上沢さんの世代は。はい。はい、分かり始めた人が出てきてる。あ、あの、そういう意味では、あの、島根県の私、あの、たまたま存じ上げてる知事と同世代なわけです。知事も、そういう意味では、その、上に当たるわけだけども、そのことに気がついた方であることは間違いない。あの、あちこち、あの、総務省に転勤される中で、子供を連れて住みたい。 素晴らしい街だと気がついたと思うんですよね。でその、このことが、その、その、いや、こっちはあの、えー、もう日陰の国でね、三、え、院、ー、でありまして、そしてもう国譲った側で <laughs>、あの、えー、田舎でございまして、本当に、えー、ビル一つ建てない,いんですよ、みたいに思ってる松江の皆さんね、これはね、大きなチャンスが本当の松江の素晴らしさを分かってる人間が、松江を、こうね、で、いろんなことをしていくっていう時代がついに来る。はい。 これ、あの、国譲り以来の大変化かもしれませんよ。これはもしかして。本当に。はい。うん。ま、あの、死にて言うと、あの、江戸時代ね、あの、不満以とかの時代に、やっぱり日本中の人が、松江いやー、本当に文化的なとこだよねって、いいとこだよねって、あの、はい、いわゆるその文化人なら知っていた時代っていうのがあるわけですけども。はい。 うん、今でもその、不賜候好みのいろんなね、お菓子だとか、はっきり、全国屈指の美味しいと思いますけどね。これは、うちの妻もそう言ってますけど、まあ、ここだけの話、金沢なんかでは,はるかに美味しいと思います。あの、これがその、やっぱり、あの、地元の人がそれを気がつかなくなってきてる時に、今、地方の方が全然自分が輝くし、街も輝いてるし、 何その大きい街に住んで自分を偉く見せなきゃいけないっていう考えの人がどんどん減ってるということを実力で勝負したかったら別に大きいところよりも中ぐらいの大きさとか小さいところの方が実力出るでしょっていうこの一郎みたいな考えね。はい、はい、なるほど。えー、あの、オリックスの一郎ではなく一郎のオリックスでしょっていうね。ちょっとあの、偉そうなんだけど実は内心彼はそう思っていたはず。うん、そういう、えー、気持ちを持った人が増える時代にようやく来たんだと思うんですよ。うん 私もあの、松江のこう良さというのを、あの、離れてみてやっと気づいたっていうところはあるんですけど、あの、ただ、まあ、よく私話すときにですね、えっ、ー、と、松江のことを連想する、まあ、言葉をあげるんですね。まあ、例えば、お茶、お菓子、で、温泉とか美肌とか、縁結び。ほですけど、はいで。こういったものっていうのが、あの、まあ、そこら中にあるんですけど、ただ、実際その価値になかなか今ここにいると気づけないというか、 あの、今挙げたような要素っていうのを、まあ、クイズでですね、どこの都市のことですかって言ったら、まあ、お茶和菓子、で、温泉、湖、城とか言ったら、もう大体松江が出てくると思うんですね。うん。小谷さんにも昔言われたことありますけど、まあ、そもそも地形的にですね、 あの山があって、そしてすぐまた湖があり、そして半島があり、日本海があるっていうですね。そうです。特に中海なんて、まあ大根しまってしまう浮かんでますけど、あんな風光明媚なところないなっていうのは、いながらにしてはなかなか気づけなかったっい。いや、上空、人工衛星から見ても、日本庭園そのものなんですよね。はい、なるほど。これはね、あの逆に僕はあの日本庭園っていう考え方自体が、あの、松江から生まれてるんじゃないかとすら思うんですよ。はい。 もう、嫁ヶ島なんていうのは、日本庭園の池の中における月島そのものですし、そして、まあ、大橋川、そして、いろんな堀り割り、大きな川、小さい川、よくできた日本庭園に共通の要素ですよね。そして、はい、あの、まあ、あの、古い建築は茶室だし、そこでお菓子が出るっていうね。<laughs> お茶があって。<laughs> いやあの、世界でもなかなかね、これほど、これほどはっきりと、そのなんか、日本国のコンセプトをね、町が表してるっていう例は、その国のコンセプトを町が表してるっていう例は、あんまりないよね。 確かニューヨークのマテンローがゴッサムシティだったのと同じぐらい、日本を象徴する。<laughs> そしてゴッサムシティは非常に野蛮ですけども、松江って極めて上品ですよね。 そうですね。上品で奥ゆかしくて、はい。物が挟まってますけど。<laughs> <laughs> <laughs> まさにそういうあれですよね。日本庭園があるからそこに文化が歴史が育ったっていう、まあ、地形と文化歴史っていうのは繋がってる面もあるように感じますね。いや、繋がってますよ。その、もともとね、いずも、まあ、あの、ご存知の通り、出雲も平野側の方に中心があったわけで、松江という、まあ、城下町がその発展するのって江戸時代になってからです。はい。ですが、あの、も,もちろん、八雲モ東出雲はもはっと とね、大昔から人住んでたわけだけどさ。あの、ただその間がこう、繋がってこう、差しになって人が住めるようになって、そこに運河で都市開発をしたのはやっぱ江戸時代になってから。うん、えー、これベネチアと同じような時期に、ベネチアみたいに堀割りの街を作るんですね。で、その時やっぱり治水の技術、いろいろと考えてね、構水になっても大丈夫なように。まあ、い,やいずれ佐田川ができて、まあその問題は解決するわけだけども、やはりその、なんていうかな、あの、この400年間行われてた街づくりっていうのは、 とってもダイナミックなものですよ。はい、松江の人はどう思ってるか知らないけど、あの、まさにベネチア作ったのと同じような工夫と努力があって、えー、い、わばその、出雲大社を中心とした出雲の歴史に、400年前に、非常に大きな一ページを、もうすごくイノベーションで加えたんですね。うん、で、当時のイノベーションの一つの象徴が松江城なんだけど、これがついに国宝になった。出雲大社も国宝だけどね。つまりその間に、1000年以上間空いてるわけですよ。 やっぱり全然世代を超えて千年以上間がいた人たちが国宝を作るぐらいの能力と技術とイノベーションがあったっていうことが、このね、出雲がいかに恐ろしいところかということを示してますね。うん、住んでる人はって、どう思ってんでしょうね。う思ってないです。さらにそこに百何十年前に小泉役もが住んでね。まあちこちに彼は住んでたわけです。で、はい、死んだのも日本ではないわけだけども、 なぜかやはり非常に強烈なこの印象を日本に残しご子孫も島根県に住んでおられる、はい、これもそのやっぱり100年ぐらい前明治時代まあ八雲から滋賀直哉ぐらいまでの間にこの滅びゆくどんどん近代化する日本の中で松江という町の素晴らしさを再発見した人たちが当時100年ぐらい前にいたわけですよね、はい、でもうこれまた大変有名になるわけなんだけども、ね、というわけで定期的にあの人が出てきてすごいものを付け加えていく しかもそのいちいち末世の人が第一に守るので、壊、はい、されていかない。はい、これ、ね、あの、面白い街ですよ。はい。いや、本当に。私もそう思います。あの、<music>